お笑いコンビ、ダウンタウンの松本人志が17日、自身のツイッターを更新。娘とのほっこりする会話のやり取りを公開し、反響を呼んでいる、写真、やっぱブスやな、松本人志が、かわいい、発言を撤回して公開した、相方、浜田雅俊のウェディングドレス姿松本は、星と月どっちが好き、月かな、月も星だけどね、星も月だしね、と会話の内容を綴り、娘との会話。どっちが俺かは秘密、と、優しい父の顔を覗かせながら締めくくった。このほのぼのとした父と娘の会話に、娘さんとの会話かわいい、めっちゃいい会話です、癒される、パパ、してる松本さん、素敵です、ロマンチック、などのコメントが殺到。また、一番好きなのは相方じゃないんですか、本当は浜ちゃんとの会話。と、月を浜田さんに置き換えて想像してしまった、と、父と娘の会話から、相方、浜田雅俊を連想させるファンの声も多数寄せられている。松本は13日に更新したツイッターで、可愛いな、というコメントとともに浜田のウェディングドレス姿を投稿。翌14日には、やっぱブス、やなと、可愛い。発言を撤回するも、相方愛、溢れるツイートにファンは湧いていた。